名古屋鉄道的百100系電気機関車は、名古屋鉄道の前身である初代名古屋鉄道が申請した直流用電気機関車。4両が存在した。名古屋電車製作所で申請された直流600、ボルト用突時系電気機関車である。初代名古屋鉄道発の機関車。それまで名鉄は、電動貨車で貨物牽引、電車で貨車を牽引などといった運用を行っていたが、 国鉄へ、貨車軽装する貨物が増加していたため、機関車を製造。その車両が出来100系である。1924年に2両が、1926年に2両が製造され、製造年により、寸法や台車、主電動機が異なる。車体の中央にある扉は、荷物用のドアであり、電動貨車的な使われ方もされていたが、1500V 用に、 改造された際、荷物室に抵抗器、コンプレッサーなどを設置したため、荷物運搬は行われなくなった。101.102は1965年、103は1966年、104は1967年に廃車。台車は3730系に流用された。101と104は模型化された。パンタグラフ、TDKC 名古屋鉄道車両市場館。 アルファベータブックス、ありがとうございます。